PCIDB とは世界各地に分散しているタンパク質化合物相互作用の情報を収集統合したタンパク質化合物相互作用データベースですタンパク質化合物相互作用をタンパク質ごとあるいは化合物ごとに知ることができます タンパク質から化合物、化合物からタンパク質の両方の検索が可能です。データはこのような4つの公共 DB から取得しています。PCIDB はターゲットタンパクのトップ画面によりアクセスできます。また、 Google などの検索サイトで検索することができます。こちらは PCIDB のトップページです。まず、タンパク質検索から使ってみましょう。タンパク質検索では、タンパク質をもとに相互作用のある化合物を検索します。これは、タンパク質検索のページです。 調べたいタンパク質を示す検索キーワードを入力し、検索します。タンパク質の一覧が表示されます。タンパク質、化合物相互作用のデータがあるものは PCI の欄に数字が表示されています。選択したタンパク質と相互作用のある化合物が表示されます。 タンパク質の基本情報や相互作用関連のデータベースの情報、そして同じ構造式の化合物の情報が表示されています。詳細なデータはこちらからダウンロードできます。タンパク質検索ではタンパク質、化合物の相互作用の情報をタンパク質ごとに把握できます。次に化合物を検索してみましょう。 PCIDB の化合物 ID および PubChem c o m p o u 中の同じ構造式の化合物が検索できます。表示したい化合物 ID を入力し検索します。 選択した化合物と相互作用のあるタンパク質の一覧を取得できます。PCIDB のデータをダウンロードすることもできます。PCIDB に格納されているすべてのデータを MySQL データベース形式でダウンロードできます。こちらからデータをダウンロードできます。 PCIDB では、タンパク質から化合物、化合物からタンパク質の双方向で情報を簡単に入手できますので、相互作用の研究にお役立てください。